しくお願いします。まず女子高生限定の社会パーでしたね。現役の女子高生で、うん、びっくりしましたすごい、あんまりホラー映画ってこうやっぱ映画館の中では我慢してる悲鳴を上げるイメージだったんですけど、すごく素直なこう歓声が聞けて斬新というか新鮮な 体験をしました。いや、私先日の先行上映会も見てたんですけど、その時はやっぱりまあ、大人の人たちが多くて、まあ、それでも結構ところどころでキャッキャ悲鳴とかは聞こえたんですけど、もう今日の女子高生の子たちはもう次元が違って、もうずっとざわ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 してて、あモデル、あモデル、あえーみたいな、もう本当にリアクションがもういちいちすごくて、もう本当に逆になんか嬉しかったです。あこんなにリアクションしてくれるんだと思って、その女子高生の子たちの声にもこっちもびっくりしちゃうし、もういろんな意味でなんかもうドキドキでしたね、一緒に見てて。本当にすごいツッコミを入れたりとかなんかまた子供が欲しいって言うんちゃうとか、なんかそういう声とかがすごい聞こえてきて、でもその気持ちってすごく分かって、私もお化け屋敷とか入ったら怖いから逆にそのお化け役の人とかに突っ込んだりとか、なんか話しかけたりとかして必死に怖さを抑えたりするんですよ。だからそういう気持ちも分かって、うわ共感できるわって思ったり、その公開してから今日のなんか感じを見て、すごい友達と一緒に学校終わりとかにこう自分を見に行ってキャーキャー言って、で帰りになんかこうスタバとか行って帰るんだろうなとか思うと、すっごいニヤニヤしちゃって嬉しかったです。はい、いや本当に怖くて大きい声出してこうびっくりしちゃったんですけど、その全部女子高生 の叫ぶ声がかき消してくれたり、あとそのツッコミを聞いててちょっと楽しく見れましただから一人で来たら多分相当怖いですね。あ、はい、そうそうそう。ちなみに皆さんも現役の女子高生じゃないと思いますけど、制服姿で本物の前に立ってみて聞かれちゃったね。そうですね、まさかこれを聞かれる日が来るとちょっと一番苦い顔してる小野さんから。いや本当に私この中でも結構23歳で一番年も上ですし、なんかこう実際に今現役の本物の女子高生の子たちを目の前にしたら、ちょっとなんか目が合わせられないっていうか、なんか申し訳ない気持ちだし、なんか結構この制服も結構ブリブリ系っていうか、ちょっと可愛らしい、ね、なんか制服なので大丈夫かなってすごい心配でした。ドキドキ。女子高生のオファー来たらどうします？来るかな、来るかな。全然いけるよ。全然いける。全然いける。全然いけます。本当に。いやこの前も先行上映の時に桐山さんと監督にも、いやいけるよって言ってもくれもらったんですけど、ちょっとなんか本当皆さん無理して慰めてくれてんのかなってちょっと。すごい。イカスミさん男代表としてどうですか。どういうことですか？このお三方の。いや僕は全然最初僕年齢知らなくて、むしろそれくらいだと思ったので全然いけると思います。わー、よかったー嬉しい。うまいですね。いや一気にテンションが上がります。嬉しい、よかった。小野さん先ほどお話の中で妹さんがいらっしゃると、はい、そうなんですよ、ね、はい、この映画のように妹さんが失踪しちゃったの、あーどうしよう、探しに行きますね。もう友達とかつて伝ったり、テレビ使って探しますね。怖いですね、いなくなったら、どうしよう。でも本当に、でも本当にパッていなくなっちゃうものだから。でも年間に、この前私調べたんですけど、年間に行方不明者って10万人ぐらいいて、それで1日200人以上が行方不明なんです。本当に日本の中でも、だからなんか私この映画見て、なんかそういうのって結構日常的なものだなって思って、すごい最近ちょっとそれが恐怖なんです。本当にすごくない？1日200人以上だよ。本当それ？わ本当に世界中ちょっと迷子になったとかじゃなくて、ちょ行方不明者の、あ、そう、うん、警視庁で寝てた。それなんでそういうきっかけで調べたんですか？あ、なんかだから本当に私もこの映画見て、なんかすごい、もうみんな消えていくじゃない、消えていくっていうか、もういろいろひどい目に遭っていくと思うんですけど、なんかこんなのって本当に現実であるのかなと思ってちょっと調べちゃったんですよ。怖いもの見たさじゃないですけど、実際その数字が出てたから、
怖い、もうやだ。やだやだやだ、巻き込まれたくない。そういう怖い話してると、また前回の完成披露みたいな、この辺突き破って。ああ、もうそうやな、もう